はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、また日本酒ですね。新酒。吉野川の新酒です。新潟県産新米仕込み。製造年月日が26年の10月。吉野川、株式会社です。その年に一番早く収穫された新米をいち早く仕込んで、肌寒くなった頃にお届けする新酒。フレッシュな麹の香りが漂い、さらりとした旨味は日本酒の旬な味わいです。新潟県産米にこだわった吉野川の新酒をお楽しみください。原材料名が米、かっこ新潟県産、米麹、かっこ新潟県産米、醸造アルコール、精米部合が 65%、アルコール度が15度。飲み頃温度とかなんかいろいろ書いてありますね。日本酒度も書いてあります。プラス5です。製造法っていうのも書いてあって、普通醸造酒。まあ、いわゆる普通酒ということでしょうか。結構いろいろ書いてあるな。酸度が、1.3。飲み頃温度が10度から15度。いろいろ書いてあるね。珍しい。日本酒とか書いてある日本酒ってなかなかないです。いちいち調べないとないから。プラス5か。個人的にプラス10ぐらいが良かったんだけど。ね。それじゃあ、乾杯。あ、なんか。ん?すっげえさっぱりしてる。いや。あ、すごい。なんか全然違う。吉野川。前飲んだやつと。全然違う。なんかね、味に深みが全くない。うん。なんかすんごい。言っちゃ悪いけど、すっごい薄っぺらい味。なんか、口のなんか飲んで、香りが広がってくるんですけど、口の上の方にだけ香りが漂って、飲んだ喉の奥には全く香ってこないっていう。なんか重さがないっていうか、舌の上だけなんか、広がる感じ。舌のね、こう、舌がこれだとすると、こう、上にこう、ピヤーって、香りが、こう、舌の中にこう、浸透してこないっていうか、うん。よくわかんないけど、とにかくすごい、これは。はぁ、あ。こんな日本酒飲んだの俺初めてかもしれない。適温が10度から15度だから。今15度ぐらいだからちょうどいいか。吉野川、吉野川の新酒。すげえ深みが全くない。コクがないっていうか、本当に薄っぺらーい味するわ。言っちゃ悪いけど。ものすごい。ほどなんか。吉野川のさ、何なのかわかんないけど、女子部っていうのサイトが、サイトっていうか吉野川のサイトに、女子部っていう、何なのこれ。よくわかんないけど。ああ、すげえ。ああ。吉野川の新酒。新潟県の長岡市のお酒ですね。
新酒か。10月に仕込んだんだから。うん、お、すごい。聞き酒師のいるお店です。聞き酒師なんているの。日本酒のソムリエ。お客様にぴったりのお酒をご紹介し、より美味しくお召し上がりいただける方法を提案します。はあ、そんなのあるんだ。新潟清酒達人検定で金の達人に認定されています。すげえ。すげえな。聞き酒師だ。吉野川。なんかね、吉野川だけかわかんないけど、すごいこれいっぱいあるんですよね、種類がね。この吉野川って。なんかよくわかんないけど。濁り酒もあるし、冷やおろしもあるし、飲み切りっていうのもあるし、で、なんか、雪中貯蔵なんていうのも、何が一体何なのか、というぐらい多い。でも個人的にこれはちょっとあれだな、ちょっと冷やした方がいいな、これな、これ冷やして飲んだ方がいいわ。なんか、うん、なんかあれだな、てかすっごいペラーっとしてる味だから、なんか飲んでて、あの、面白くない。っていうかね、別に辛口っていうことでもないんですよ。コクがなくて、まあ、甘さもそんなにないんだけど、辛くないんだよね。だから飲んでてこうキリッとしてこう辛いみたいなのもないんですよ。で、なんか水みたいな口当たりで、それはいいんだけど、実際のとこ飲んでみても、あの、ペラペラしてるから水みたいなんですよ、ほとんど。なんか。うん。ほとんど水みたいですね。ほとんど水みたいなんで、なんかな、微妙だな、やっぱな。
微妙。確かに口当たりとしてはなかなか水みたいですげえなっていう感じはあるんだけどね。何これ、佐渡の鬼殺し、北雪、北雪酒造株式会社、佐渡の鬼殺しだって。当店一番の超大辛口酒、鬼殺しは、すっきりとした飲み口で、ハリウッド俳優にもご愛飲されてる。へぇ。え、すげえ、プラス 16.5 度だって。やば、これ、今度買ってみよう。日本酒度プラス 16.5 度。当店一番の超大辛口、北雪、佐渡の鬼殺し。はあ。ああ。へえ、これ、あれなのか。いろいろあるんだね、一応ね。ああ、でもこれ見たことあるわ、これ。北雪、鬼殺し。カップ酒のやつ、俺、売ってるとこ見たことあるわ。今度買ってこよう。ああ、今度買ってこよう。これいいな。ネーミングセンスもなかなかいいな。鬼殺しって結構聞いたことありますよね。鬼殺しって。北雪梅酒とかも見たことあるな。このシリーズな。北雪梅酒。これも見たことあるけど。やっぱ辛口でしょ。でも辛口だけだとダメなんだよな。辛口でね、淡麗だといいんですけど、濃厚だったりするとあんまり、カップ酒でもあるし、今度買ってみよう。北雪、佐渡の、新潟県の佐渡の、まあ佐渡ってどこだかわかんない人いるかわかんないけど、あの、新潟県の、あの、島国ですね。新潟県の北の方にある島。まあ、いるかどうか俺もわかんないんですけど、実際。ね。佐渡。まあ、トキが有名ですけど。今度買ってみよう。これ。今日が12月の30日でございます。明日が、年末となっており、特にやることはないんですが、明日は休みなんで、まあ、今日はもう仕事納めですね。あの、明日と明後日は休みです。ので、仕事納めとなってます。甘みは若干ある。香りはまあ、ないな。ほぼないな。これはおすすめは、まあ、微妙というとこでしょうか。3423です。ご視聴ありがとうございました。